ご紹介をと思います。国立がん研究センターの柴田と申します。私の研究所は実はここらすぐそばの築地市場のところにありまして、そこで私はがんゲノム、がんのそのゲノム解析を今中心にやっておりまして、実は、データベースというよりはですね、データをジェネレートしている方の、汗をかいている方の研究者なんですけれども、同時にその、がんゲノムの解析の中で国際的なそのコンソーシアムが今始まっておりまして、そちらに今我々のグループも参加しているので、そういうその国際的なそのがんゲノムデータベースはどうなっているかという状況につきましても少しご紹介したいと思います。でタイトルがありますように、やはりこれ今非常に問題になっているというか中心になっているのは、いかにそのデータを共有するかというところがこういうがんゲノムのデータベースの世界では非常に重要なポイントとなっております。最初にまず今回はその医学への応用ということでありますので、まず我々が解析しているがんにつきまして簡単にご紹介したいと思います。がんっていいますのは実はそのゲノムの病気でありまして、我々がその正常の細胞で持っているゲノムに、遺伝子の異常がどんどん蓄積していって起こっている病気で、したがってそのがん その原因ですとか、あるいはその治療法を考えていく上で どのゲノムのどこに異常が起こっているかというのを調べることが非常に大事だということが知られています。これはもう分かっていると思うんですけど、実は問題はここに書いてますけれども、実は個々の症例でそのゲノム異常が全く同一なものはないと思っています。したがって一例一例、違ったゲノム異常がそれぞれ起こっているということが非常に大事なポイントでありまして、したがってそれぞれのデータを、個別に、必ず蓄積していただければならないと。でその中から新しい治療法を発見していく必要があると。でしかもその患者さんという我々は人間のゲノムは個人でもちろん個人差がありますので、その患者さんのゲノムも非常に多様性があると。であとそれからそれぞれの例えば日本人の胃がんと欧米の胃がんというのは生活環境が違いますので、そういったその環境とか食生活といったものと大きくその相関するといったんです。そういうことであります。同じがん種であってもその人種によって多分違うだろうということから、非常に世界レベルでこういったデータを蓄積していかなければ結局がんの理解はできないと思います。でところが最近その非常にそのゲノムが注目されておりますので、そのゲノムの変異ががん の治療ですとか診断に非常に重要なことであるということが先ほど分かっています。こちらにそのいくつかその例を挙げていますけれども、こういうがんで起こっているゲノム異常を標的とした治療法というのが非常に今注目されています。いわゆるその分子標的治療と言われているんですけれども、がんがある特定の遺伝子上、例えばこれ BRAF という遺伝子が BRAF という遺伝子にこうミューテーションが入りますと、その BRAF という遺伝子にミューテーションが入ったがんをその BRAF の阻害剤で治療すると非常に大きくことが分かっています。つまりあるがん種につきましては、この異常があればこの治療法というふうに極めてそのゲノム異常がダイレクトにその治療法とつながると、あるいはその、患者さんを治療する場合にあらかじめその BRAF とかそういう遺伝子を調べておけば、この患者さんには BRAF の遺伝子があるから、変異があるからそういう治療法をしましょうというふうに診断ですとか治療にこのゲノムの情報は非常に重要だと。でこういうことからもそのがんのゲノムをよく理解して新しい治療法を開発することが非常に重要であることがあって、現在その研究が加速しておりまして、最近の例ではその ALK という融合遺伝子につきましては、発見からわずか3年でも治療法がもう実際その臨床の現場で使われていることです。でこのスピードが非常に加速しているという状況であります。で先ほどご紹介ありました次世代シークエンサーって非常にこの分野で注目されておりまして、これまでそのがんのゲノムをその全部解読するのがかなり困難だったんですけども、こういう新しい技術の登場によってですね、がんのゲノムを全部シークエンスをして、で、その患者さんの正常ゲノムと比べてどこが違うかというのを全部調べるということが可能になりました。したがって今まさに世界中でそういういろんながんにつきまして、そのがんに起こっているゲノム異常を全部調べてしまいましょうという動きが始まっています。でこういった新しいシークエンサーは何ができるかというふうに書きましたけれども、もちろんそのゲノムの配列情報が比べてですね、どこが違うかということを見つけることもできますし、あるいはそのがんで発現している RNA ですね、転写産物のシークエンスを行うことによって、そのゲノムのどこが発現していて、あるいはどんな異常な転写産物ができてきているかということも、そのシークエンサー技術によって分かります。したがって、あるいはその、ゲノムの情報の中にですね、エピゲノムの情報、つまり配列の変化で伴わないような制御系の変化ということも調べられます。したがって一つのシークエンサー技術によって多様なそのゲノムの変化が、分かると。これも一つの症例、一つのサンプルにつきましてこういう多様なデータが出てきますので、実際は非常に、多数の検討を集めますと、大量のデータが出てくるということが問題になります。で現在そのシークエンサー技術というのはますます進んでいまして、より早く、より長くで安く読めるということが現在進んでいます。今最も使われているシークエンサーはこの第2世代と言われているシークエンサーで、これは非常に短いシークエンスを大量に読むことによって
まあ、ヒトゲノムレベルの大きなゲノムを改良できるということなんですけれども、まあこれに比べて非常に小さいけども、まあ、安く早く読めるという研究ができます。これは実際はその研究レベルというよりは実際の臨床の現場でもこういうシーケンサーを使ってその患者さんの検体をまあ調べてですぐにそれを診断とか治療に応用しようという動きが出ていますので、こういう非常に小型ですけれどもコンパクトにその見たい部分だけをシーケンスするということが進みます。で同時にその新しいその技術としましては、まあ、今使われているシーケンサーはまあ100から200ベースペアぐらいの塩基配列ぐらいのシーケンスはできませんけれども、それを数キロぐらいあるいは数十キロぐらいの非常に長いシーケンスをいっぺんにできるという新しい第三世代型のシーケンサーも登場しております、まあ、こうなりますと、より早くですね、ヒトゲノムレベルの解読ができますので、ますますこの、ゲノム解読の進みが進むということが考えられます。でこちらに皆さんよくご覧になると思いますけど、こうそのヒトゲノムの、コストがいかにこう早く下がっていくかという、これはムーアン法則というその反対の、スピードに比べてもう劇的にこう今の技術開発によってこうコストが非常に下がってきているということを示していますけれども、この傾向はますますこれから進むと考えられまして、おそらく、まあ、10年以内かもしれませんけれども、皆さん個人でそれぞれの皆さんのゲノムの配列をもう既に持つというような時代が近い将来到来することだと思います。でじゃあどのぐらいのシーケンスが実は出てくるかということなんですけれども、全ゲノム解読を行うとどのぐらい出てくるかということなんですが、ヒトゲノムは、3ギガベース、30億対の塩基配列からなっています。でこれをまあ今 の, そのレベルの第二世代のシーケンサーでシーケンスしています。大体その30倍ぐらいのまあシーケンスをしなければまあ正しいそのアリルミューテーションが考慮できないということから、大体90ギガベースペぐらいのデータが必要であると。で、がんの場合はもうちょっと少し複雑なミューテーションとかコピー数の変化がありますので、それを深く読んで、まあ、120から150ギガベースペぐらいのまあデータが必要であると。と考えますと、まあ、1人の患者さんにつきまして、その患者さんのがんの部分と、それから正常の部分を合わせて、大体240ギガベースペぐらいのまあデータが出てくると。これが必要であると。となります。で、そうすると、まあ、かなりそのデータが多いので、じゃあ、エクソンだけを見てみましょう。タンパク質をコーディングしているエクソンだけをシーケンスしましょうというのも、現在、盛んに進められております。この場合ですと、ゲノムの約 2% ですので、まあ、その分のペアのシーケンス量が減りまして、大体10から12ギガベースペぐらいのデータがあると。で、RNA の場合はですね、RNA 発現非常にダイナミックですよね。そのどのぐらい必要という数字はなかなか出せないんですけれども、こういうのも進まれています。で、先ほどその小さいシーケンサーのお話をしましたけれども、こんな、まあ、全部調べる必要なくて、もう治療に使えるような薬があるようなミディシタクでもいいというのも全然進めております。それ大体1ギガぐらいでいいと。まあ、この場合になりますと、まあ、それほどデータの解析に負荷はないんですけれども、こういうヒトゲノムレベルの全ゲノム解析だと非常にその計算性の負荷も変わってくる。でエピゲノムの場合も同様に、まあ例えばその、バイサルファイトシーケンスをして全ゲノム全体 の, その、ね、メチル化状態を調べようとすると、やはりそれなりのデータ量が必要になります。で、まあ、こういったその、がんのゲノムの解読の中で今進んでいるのは、その国際的に大きなコンソーシアムを作って世界中 の, そのがんゲノムデータを集めていこうという動きが進んでいます。一つはその、最初にご紹介いただきましたようにICGC というプロジェクトが進んでいます。これは、世界の14の国が参加をしているんですけれども、その国際的に、50のがん種について、データを収集して、それをまあ公開していこうという大きなプロジェクトであります。で、アメリカではまあ独自にそれとは別、まあ、それと一応連携はしているんですけれども、アメリカの中では独自に進めているプロジェクトとしまして、The Cancer Genome Atlas TCGA というプロジェクトがあります。これは、約200億円の、予算を。こういったものを使ってですね、約20個ぐらいのその関心について、まあミューテーションのみならず、エピゲノム、あるいは発現レベルといったデータも収集していくという。こういう非常に大量のがん、のゲノムデータを収集して、まあ、それを公開していくというのは、大きな世界で今話をしています。で、非常に大事なことは、こういうことを何でするかということの目的なんですけれども、一番重要な、その、こういう大きなプロジェクトの目的っていうのは、そのデータを、その一般 の, そのサイエンスコミュニティに公開することが大事だと。これが彼らの非常に重要なミッションと考えています。そのためにどういったことが必要だろうか。例えばデータの標準化ですとか、クオリティのチェックでありますとか、あるいはそのデータいかにそのユーザーがよく使いやすくするかといったところにも、彼らは非常にこういったデータベースでは、注意しています。で、こちらがその、ICGC の、参加している国のマップですけれども、今、我々の日本のグループを含みまして、14の国が参加をしていて、この中に入
書いているのは、そのそれぞれの国が担当しているあのがん種の、あの州ですけれども、まあ、日本はその肝臓がん、ウイルス性の肝臓がんを担当しております。で、日本アジアでは日本以外にその韓国とそれから中国が、まあ、これに参加をしています。で、主にはやはりアメリカの先の TCGA とか、あるいはイギリス、フランスといった欧米の国が、まあ、非常にこのコントリビューションをしています。で、肝臓がんに関しましては、我々のグループ以外にそのフランスのグループだと、それアメリカのグループが同様に解析をしていまして、こういったその、同じがんなんですが、その異なった人種ですとか、あるいは、体型異なる、まあ、日本の場合はそのウイルス性肝がんですが、フランスの場合はアルコール性の肝がんが非常に多いので、まあ、そういった違ったエティオロジーを持ったがん種につきましてもこういうデータが蓄積していって、それをまあ最終的に比較、検討していこうということが可能になります。で、ちょっと簡単に我々のその、ゲノムの解析の内容をちょっとご紹介いたしますけれども、我々は先ほどのようにその肝臓がんの解析をしています。で、我々は現在主にその全ゲノム解読を行っておりまして、これは最初の1例目の、肝臓がんの全ゲノム解読をした症例あの論文で、それから、今年あの27症例の全ゲノム解読を行ったんですけれども、こちらはその、解析パイプラインですが、あまり詳細はあのお説明しませんけれども、まあそのがんの方でやはり、40倍から50倍ぐらいのシークエンスを読んで、その同じ患者さんの正常ゲノムを、まあ、30倍ぐらいシークエンスすると。で、それぞれをそのレファレンスゲノム、これはヒトゲノムプロジェクトで作ったゲノムですけども、それにまあマッピングをしまして、でそれぞれでその違うどこが違うかというのをまずあの考慮いたします。で、それからそのがんと、レファレンスの違い違っているところと、それから、まあ、正常と、レファレンスの違っているところをそれぞれを出してきます。それぞれ引き算をするとがんだけで起こっているミューテーションが分かるということ、こういうようなスキームを取っています。そういうふうに言いますのは、現在 の, そのシークエンサーの、技術ですと非常に短いデータしか取れませんので、そのシークエンスデータだけをもってして、その人のゲームをその再構成することはできません。なので、そういう短いデータをとりあえず、すでに出来上がっているゲームにマッピングをして、で、どこが違うかというのを検索するというようなことをやっています。それは、将来その非常に長いシークエンスができますと、そのシークエンスだけでその人のゲームが、作るようになればですね、こういういちいちこのレファレンスにマッピングすることになってですね、いきなりこのゲノムとこのゲノムの引き算をするということが可能になります。まあ、現在ではこういったあのスキームでやっています。で、その結果その、例えば、まあ B 型肝炎と C 型肝炎で、まあ、どういこれはミューテーションの数を示してますけども、非常にそのミューテーションの数が違うとか、あるいはその構造異常ゲノム の, その変化がどういった違いかというのが分かってきて、まあ、これで例えばそのこれは染色体1番からこうずっとサークルに巻いてるんですけども、その中でどういった構造異常が起こっているかというのを示していますけれども、こういうその、ミューテーションの場所、まあ、突然変の場所ですとか、あるいはそのゲノムの中の、異常の場所が、まあ、全て分かってしまうということで、これをあの 何十症例何百症例と、まあ、行っているのが現状であります。で、まあ、そういうデータを使ってどうするかというんですけれども、一つは、まあ、その中で非常に重要な遺伝子を見つけてこようということがあります。で、そのためにはあのやはり同じ癌種の中であのリカレント、つまり高頻度に同じミューテーションが起こっていることが、まあ、おそらくその癌の意味があるだろうということですので、そういうものを統計的に抽出しまして、その癌、例えば肝臓が肝臓がの中でどういった遺伝子が非常に重要な役割を果たしているかというのを、まあ、統計的に抽出するということが起こっています。で、あるいはあのその中で出てきたミューテーションがあのどういった機能的なものを持っているかとつきまして、そのアノテーションをあの、調べまして、それがある特徴的なそのアノテーションが遠離しているかどうかというのを、まあ、検索して、そのある特定のパスウェイが例えばこの肝臓がんで多いとかっていうことを、まあ、検索するというそういう、そういうことを行っています。つまりあの出てきた変異データを使ってそれにあの付随するそのアノテーションデータを使ってですね、その機能的なものを類推する、あるいは、単純なその頻度計算をしてどういう遺伝子が、まあ、より多く異常が起こっているか、だから大事だと、あるいは、まあ、そういった中から非常に今薬の標的というものはどうなのかということを探すといった割とあの解析としては、まあ、単純な、まあ、作業を繰り返すということを行っています。で、 ICGC の, そのデータポータルですけれども、現在こちらにありますように約、6500個ぐらい の, その症例につきましてもうすでにデータが蓄積されていて、これは順に公開されております。つまり一般ユーザーにまあ使えるようになっています。で、あのサービスとしてはそれほどあの高度なものはなくて、例えば遺伝子の名前で採取とか、あるいはサンプルのデータを使って、例えば肝臓がんでどういった変化があるかというのを採取とかっていうような簡単なサーチとか、あるいはその特定 の, そのパスウェイがどのぐらいあるかというようなものを探せるというような
というような、サーチを中心として、できています。したがって今日あまりその高度なサーチをするというよりは、まあ、データを、まあ保存してそれを、まあ、公開していく、あとはユーザーさんの方で、まあ、解析してくださいということであります。でただそのデータリリースやはりそれぞれに特徴がありまして、これやはりその人のゲノム情報になりますので、非常に個人情報に、まあ、究極に個人情報になりますので、それをどういうふうに公開するかってなかなか難しいところであります。で一応 ICGC では2段階のプロセスを取っておりまして、まずオープンアクセスというのはこれは誰でも見れるデータです。これは主にそのがんで起こっている、がんだけで起こっている体細胞変異はの情報はオープンである。つまりそのデータを見ても、そのデータからその個人は到底できないようなデータを今一応オープンしています。でしかし、まあ、もちろんこれは非常に重要だと思うんですが、まあ、それに加えて、さらにそのより深いといいますか、その人のジャームライン、つまり接触細胞系の、バリエーションですが、そういうその人の個人が同定できるような、データにつきましては、特定の、研究者にしか、公開しないと。それはある一定 の, その、審査をパスした研究者のみ公開するということでありまして、まあ、そういう2段階の、方法論をとって、なるべくデータを、まあ、こういう個人情報にあまり問題、プライバシー問題ないようなデータにつきましては非常にオープンに公開するという行動をとっています。で、がんのゲノム調査は非常にその知的財産の塊でありました。その中にある非常に大事なポイントはそうやっても表記になりますのであれなんですけども、 ICGC の中では、そういった、ゲノム情報に関しては、知的財産権クレームしないということをあらかじめ謳っております。したがってそのデータは IP フリーで使える、研究者なるべくその研究者使えると。でデータはもちろん、デポジットしてリリースされたデータはフリーに使える、ユーザーがフリーに使える。ただし、まあ、一定のもちろんガイドラインに従っていただきますけれども、基本的にはフリーに使えると。ただ、そうしますとデータジェネレーターの、まあ、権利が非常に問題になりますので、まあ、そこはきちんとその守ると。つまりデータをデポジットしてから少なくとも2年間はそのデータをジェネレートした人がそのパブリケーションをする権利を持つとか、ある特徴的なある特定 の, その条件下で必ずそのデータをデポジットした人の権利、パブリケーションの権利を担保するということを前提とした上で、なるべくそのプレファブリケーションのデータもデポジットしてリリースするということを進めています。でこれは非常にこういう国際的なコンソーシアムの特徴ですけれども、できるだけ早くデータを公開しなさいと。データが出たらすぐに公開、デポジットしてリリースしなさいと。その代わりあなたの権利は残りますよということをして、なるべくそのデータを公開して他のユーザーに使って新しいその発見をしてもらうということのために今しているということであります。で次にその簡単に言いますのじゃあガンゲノムデータベースどんなものがあるかちょっと簡単にご紹介したいと思うんですけれども、まあ、一番最初にその、こういったそのゲノムデータベースの草分け的な存在となったのは P53 という非常にガンで有名なガンの薬遺伝子のデータベースが IRC って WHO の機関ですけれどもが作ったものでありまして、これは、まあ、現在でももちろんあるんですけれども、非常にガンで特徴的非常に高頻度に一番高頻度にミューテーションが起こる遺伝子ですから、これをその世界中 の, そのデータを集めてきてそれをまあ公開して、その評価も行っていますし、その機能的な評価あるいはそのいろんな細胞核とか、まあ、動物モデルのものにおけるデータっていうのも、まあ、こういう割と P53 に関するデータは何でもありますよっていうようなデータベースであります。で、次にがん の, その突然変異とかその、ゲノム異常に関するデータベースとしてはこれが一番草分け的といいますか非常に有名なものでコズミックというのもありまして、これはイギリスの産科センターが作ったもので、まあ、これも現在よく最もよく使われているデータベースなんですけども、これは、まあ、文献的にその報告されているそのがんにおける変異とか異常というのを全てその集めてきて、それをまとめて公開するという、遺伝子ベースで、例えばこれケラス遺伝子です。ケラス遺伝子どこにどういう変異が、どんながんであるか報告されたかというのをそれを全て収集して公開するということであります。これサンガセンター自身がもちろんそういう解析をしてますけども、したがってサンガセンター自身データも出てますし、それ以外にその文献データですか、あるいは先ほどの ICGC とか PCGA といった新しいデータベースもリリースされればそれをすぐに取り込むという形でありまして、一番そのアップデートが早くて、まあ、網羅的なデータベースです。で PCGA は独自にそのもちろんデータベースを持ってますけども、こちらにちょっと見にくいかもしれませんけども、その20種類以上のがん種につきまして、約、まあ、それぞれ大体、200から500症例ぐらいのデータをすでに蓄積してデータを公開しています。で、ブラウザーとしては、まあ、こういったいくつかその、
検索する条件を入力するとそのデータが出てきてそれをまあダウンロードできるという形になっています。で、あんまりそれこちらの ICGC と同じようにその解析をするというよりはそのデータをその検索してそのデータをまあダウンロードするためのポータルというふうな形になっています。でもう一つは、CCLA というこれはがんの細胞株のデータベース。これも非常に面白いユニークなんですけども、これはブロード研究所とそれはノバーディスという生化学の教授なんですが、まあ、約1000種類 の, そのがん細胞株についてそのがん細胞に残っているその、コピーゲノム遺伝ですねとか発現情報とそれから大事なことはそれがどんな薬にどのぐらい効くかというようなデータをまとめて公開しているんですね。でこれを使いますとその例えばある薬があった場合その薬が効くなぜ効くか効かないかということを、まあ、見るためにその新しいマーカーを探すときにこういうデータが非常に有用であることがありまして、まあ、これをしかも丸ごと公開しているんですよ彼は。で例えばこれは、ロムネチャー出てるものですけども、あるいはそのメックカイネスというカイネスの阻害剤の走行性とどんなものが、相関するか、これは、NRAS のミューテーションですとか BRAF ミューテーションといった、まあ、ある特徴的なミューテーションがそのあるとこのメックソバイルをよく聞きますよということが、まあ、こういうデータを使うと、まあ、分かりますよという話なんですが、まあ、そういう、まあ、変異データ、ゲノムデータに加えて、薬剤に反応性といったその、まあ、機能的と言いますと、よりそのクリニカルに近いようなデータをまとめて公開するということも行われています。で日本では疾患ゲノムデータベース、GMDBPGA というのが今始まって、できているんですけど、これはミレニアムプロジェクトで最初に始まったものになりまして、これはいくつかの疾患に関しましてその最初は、スニップ情報とかそれあるいはその発現データといったものを、まあ、統合して公開しているもの。でこれを最近さらに拡張いたしましてさまざまな疾患のデータベースとしてこれが始まっておりまして、神経疾患です、まあ、もちろんがんセンターはがんをやってますけれども神経疾患ですとかあるいは、糖尿病といったその、大動脈そうか、肥満とか、ナッシュのですね、代謝性疾患、そういったものに関してましても、データを、それを、ゲノム、エピゲノム、それから、発現度に加えて、プロテオームとかメタボロームといった、さまざまなそのオミックスデータを、まあ、統合して、収集して、それを、一つのデータにまとめようという動きが出ています。これも非常に、まあ、日本でユニークな疾患も含まれておりまして、まあ、こういった日本ならではの統合的なデータベースも回ってきて、しっかりと出てきています。で、これはその中の一例ですけれども、こういうふうにそのゲノムデータ、これは BR ですが、ゲノムデータに加えて、エピゲノムデータですが、あるいは RNA データといってもそのゲノムの位置情報でその串出しにして、BR 的閲覧できるといった機能がありますので、まあ、これをその例えばタンパク質ですかメタボロムといった、まあ、ちょっとメタボロムが入るんですね、タンパク質といったもの、プロテインデータとかと比較して、どのフェーズ、どのオミックスで、例えば事情が起こっているかということを、まあ、見ることもできます。で、じゃあ、まあ、そういったそのデータを今後どういうふうに活用していくかということですけれども、これはいくつかの例がありまして、まあ、最初の一つの例は、まあ、これ我々の解析なんですが、まあ、さまざまなそのがんのゲノムデータがデータベースに記録されていますので、それを比べることができます。でこれはいくつかのそのがんについてそこで起こっているミューテーションのパターンを抽出してそれぞれにそのどういったその相違点があるかということを解析したものであります。で、こちらは例えばこれ肺がんですとか、これ胃がんとか、まあ、肝臓がんとかそういういろんながんなんですけどそれをその、ミューテーションのパターンを集めてきてそれを例えば PCR 解析をしますと、例えばタバコの原因する肺がんはここに集まってきて、胃がんとか大腸がんとかこれとは少し違ったところにあるとかこれ面白い、肝臓がんと前立腺がんが似ているとかっていうこういうふうにですねミューテーションのパターンでがんを新しく分類できるんですね。こういうそのこれはそれぞれの、がんにおけるゲノムデータが全ゲノムデータが出て初めてできるようになったんですけどもこういうこれまでは、まあ、臓器でそのがんを見てたんですけどもこれはその臓器でそのがんの変異のパターンを見て分類しています。でその変異パターンっていうのは一つは、発がん物質のような発がん量ですね。それが非常に大きな影響を与えているので、例えばその、こういうのはエストロゲンです。まあ、女性ホルモンと相関するとか、あるいはこれはピロリ菌ですとか、まあ、これはタバコといった、あるいはこれは紫外線といった、その、がんの原因で新しくそのがん、それぞれのがんを分離できるといったことも、まあ、考えます。
で、あるいはそのミューテーションがそのゲノムの中でどのぐらいの、どういったその分布をしているか、つまりミューテーションが起こりやすい場所が果たしてゲノム上にあるのかどうかということも、こういうデータを使っています。これは、最近のサイトロンですけれども、これもそのがんのゲノムデータを使って解析してますけれども、そうすると、あるヒストンの、収縮があるような、つまりあるクロマチン状態のところに、非常にミューテーションが入りやすい。つまりゲノムの中のミューテーションの入りやすさは必ずしも一様ではないというところが分かりました。で、このようなデータも、これらの解析で結局、元にあるのは、そのがんゲノムのデータでありまして、そういったデータを使って、それに新しいそのアイデアとか知見を加えて、再解析することによって、これまでなかなか、アプローチできなかったような、分野にもできると、新しい発見ができるということが分かってきました。で、これは TCGA の例ですけれども、これはさまざまなデータが統合したという例でありまして、TCGA の場合は、ゲノム変異、ゲノムコピー数、それから前、発現データ、これはプロテオミックスのデータを、これは乳がんの例ですが、すべて統合してですね、それで、乳がんがどのぐらいのサブタイプであるかということを埋測した例であります。で、このようにその、それぞれの層での、それぞれのオミックスの層での、データを、並べて統合してですね、どういった特徴を持つようなサブタイプがあるかということを予測すると。で、それぞれに応じておそらく治療法も診断法も違ってくるので、まず、果たしてその乳がんにはいくつサブタイプがあるのかとか、あるいは胃がんにいくつサブタイプがあるかということを、こういったデータドリブンで見つけていくということも可能になります。で、これが活用の最後ですけれども、今その臨床の現場で一番盛り上がっているのはこの臨床シークエンスです。これは先ほど最初にご紹介したようにですね、ミューテーション、あるミューテーションがあった場合にこの薬が効くということが分かりますと、もう、治療する前にまずそのミューテーションを調べてしまいましょうというのが非常に今進んでいます。で、実際その患者さんの検体、病院に入院されまして、そこでこうサンプルを取ってきまして、すぐにシークエンスをしましょうと。で、すぐにシークエンスをして、とりあえず薬を使えるようなミューテーションを調べてしまいましょう。で、こういったミューテーションがもし あれば、例えばあなたにはこういう薬が効くかもしれないということを、すぐにドクターから相談できると、こういった流れが今流れ、まだ確立できていませんけれども、こういう今流れできつつあります。で、具体的にはその、患者さんから検体を得たら、先ほどの次世代シークエンスを使ってそのシークエンスを行って、その結果を、アノテーションをつけてですね、検討した結果、それで、特定の治療法があれば、それを公開していく。これ一例ですけれども、例えばある患者さんが来て、悪性メラノーマだったと。で、それをシークエンスしたら、先ほどのビーラフミテーションがあったと。で、ビーラフミテーション、これどのぐらいの頻度があるかっていうのを、先ほどのコズミックデータを使ってですね、どのぐらいの、例えばメラノーマでは 44% ぐらいミテーションが知られていってくるわって出てきて、で、使える薬なんか薬はこういった薬がもう使えると。で、この薬はもう FDA でアプローチされていると。で、さらに、臨床試験がありますけど、臨床試験はこういうものが今走っていて、ここにあなたもリクルーティング、あなたも入りますよっていう情報がここ出せるわけですね。で、こうやはりその人の、検体のシークエンスから、こう、その人の治療方針、あるいは、臨床試験のデータまで、こう、つなげていくということで、ここは非常に重要。ただ、問題は、このコズミックデータ、世界中のデータを集めてますので、日本人の患者さんで、じゃあどうなのかとか、そういうデータはまだ出さなきゃ欲しいと。で、そこをやはりきちんと、これから収集していく必要があって、それで日本人の中でどのぐらい多いのかとか、あるいは特徴的なその、薬剤反応があるかとかというところをこれから蓄積していくことがだろうと思います。で、こういったその、ゲノムデータはおそらくシークエンサーがどんどん安くなってきてデータが出てますので、それぞれ の研究機関で、当然データが出てくるわけですね。で、それをどうまとめていくかが非常に大事でありまして、同じがん種でもある病院、ある研究で出てきたデータベースっていうのをそれぞれ乱立するよりは、やはりそれを統合してまとめてあげて、例えば日本人 その乳がんとか、大腸がんがどうなのかっていうのを、検討していくのが非常に大事だと思いますし、それからがんと違ったその体質疾患ですか、そういったデータとうまくこう相関を見ると思わぬ発見があるかもしれない。例えば膵臓がんと糖尿病って実は罹患性、膵臓がんの患者さん、糖尿病の患者さんは実は膵がんになりやすいんですけれども、その現場で分かってないんですが、こういうと比べると新しくて分かるかもしれない。で、こういったその疾患ごとのデータベースに加えて、やはりそれがどういうファンクショナルアノテーションを持つかというのも、それは別な問題で大事ですので、それはやはりきちんとした100回時点型 その、データベースが必要で、そこに常にこうアノテーションで検索しながら、その機能を類推しつつ、それぞれを投稿していくことが非常に大事だと思います。
ただ、まあ、さらにちょっといくつか問題点がまだまだありますよというお話をしますけれども、まずその次世代シーケンサー、まあ、こんなにすごいですよという話をしますけど、実はそのまあクオリティがなかなか、担保されているわけではないですね。これは先ほどの ICGC のワークショップで出たデータなんですが、これ ABCD のいろんなその国の機関で出てきたデータを、でその、次世代シーケンサーで出てきたデータをそのちゃんとその3割シーケンサーで確認したという、でどのぐらい正しかったかというデータを、まあ、出したんですけども、意外と機械によってばらつきが出ています。でこれ実は機械は違いではなくて、機械は皆さん大体イルミナのシークエンスあるいはソリッドシークエンスを使っているので、機械の違いではなくて、おそらく機械がデータを算出した後のデータアナリストのところでかなり違ってくると、そこの成績がかなり違ってくるので、それでその研究機関とにデータがばらつくと。でこのデータこのようにばらつくんだと、それをその何も考えずにデポジットしますので、それで果たしていいのかということになっています、ね、現在は同じデータ、同じサンプルを読んだその実際のシークエンスデータを使って、それぞれの研究機関で、変異を予測して、それがどのくらい正しいかというのを現在、検証しています。で、それでやっぱり解析方法もある程度統一しなければ、やはり標準化されたデータにならないということで、今こうやっています。ただ、ちょっとサンプルによって、実はがんの含有というのは非常に異なりますので、そういうことも考えると、なかなかその、ある検体のミューテーションのデータベースと全く別の患者さんのミューテーションのデータベースというのは必ずしも一致しないことが多いんですが、まあ、そういったこともこれからまあ問題になってくると思います。でもう一つはその、がんの、 そのゲノムの複雑性というのがありまして、実はがん一口に、まあ、あなたは胃がんですよと一口言いますけど、胃がんのその人の胃がんの中で実はマルチプルなサブクローンが存在しているのが知られておりまして、実はそのがんのゲームというのはダイナミックにその動的にこうどんどん変化していくんですね。である時はまあ非常にモノクロだな集団ですから、これからいろんな違ったミューテーションを持ったその亜集団がこう出てきてですね、これがそれぞれで独立してこう集団が増えていくと。でこれは例えば薬がなんかをこうやって いっぺんにこういうのが死んでしまうんですが、生き残ったクローンがまあさらに増えていくということがあります。そうすると、治療した後のこういうクローンとその前のクローン、全く違うクローンができるかもしれないですね。でそういったことを話して、じゃあどの段階でこの、サンプルをするかというのは非常に大事、あるいはどこを取るのかとか、あるいはどの段階を取るかによってかなり同じ感染でも変わってしまうということになりますので、こういう非常にダイナミックなそのゲノム変化をそのどのようにその、記録し保存するかというのは非常に大事な問題だと思います。で最後これ先ほど お話も非常に問題だったと、我々私も非常に興味深く伺ったんですけれども、やはりデータがこれからますます増えていくので、これをどうするかというのは非常に我々は危機感を持っているんですが、まあ、先ほど話したとおり、やはりどんどん技術開発を進むとか、あるいはアルゴリズム開発を進めば、ここはボトルネックが解消されていくかもしれないと思うんですが、思いますけども、やはりその、まあ、安全性、要するに個人その人のゲノム情報は個人情報ですので、それを担保したまま、その対応データをどういうふうに保存したい、あるいは管理していくかという問題とか、あるいはまあ非常に先ほど紹介したように複雑ダイナミックでありますし、あるいはゲノムだけでなくて、その RNA とかエピゲノムといった多層的なその、レベルのデータですね、それをそのどのように、解析していくかというところは、まだまだこれからチャレンジというところであります。で実際、その ICGC に関しましては、一つのプロジェクトについて、500症例の、サンプルを解析するというのが義務付けられています。つまり、500検体を50個のプロジェクト、50個の画集にありまして、でそれぞれ、その人の正常のゲノムとそのがんのゲノムで、少なくとも1ペア、2サンプルですので、最大で、まあ、最小で、5万ゲノムが出てくるわけですね。全部出ます。でそうすると非常にまあ膨大なデータが、これがたま、算出されて、まあ、それを、保存し、なおかつそれを解析する必要があるので、そこのところを、まあ、これからどのようにしていくかというのは非常に大きな課題になっていると思います。でまとめですけれども、やはりその技術開発で非常にドラマチックにそのがんゲノム研究を変えました。でこういったそのゲノムデータが、まあ、ゲノムデータ自体あるいはそれを、まあ、うまくこう統合して新しいものを発見するということが進んでいて、でそれでそのがんの研究ですとか、もちろんそのがんの治療とか診断が大きく本当に変わりました。で実際これは、まあ、臨床の現場でもまた今変わりつつあります。で、まあ、そういったことを踏まえてその大きなそのがんのプロジェクトで、このデータをいかにその早く使いやすくその公開するかということに非常に主眼を置いて、まあ議論が進められています。で、そのまあギャンギャンデータデータベースもこれからずっと充実していくんですが、それをその、どう解析していくかということなんですが、やはり
まあ、データジェネレーターとやはり強調すればとても大事かと思います。というのはデータオンリーを見るよりもそのデータにあるその背景的なものですね、例えば換算 の, その情報ですとかそういったものを含めて、解析あるいはそこに解析結果をそこにフィードバックしていくことが必要ですので、まあ、なるべくデータジェネレーターと協力しながら、解析をするというそれが新しいその分野が、まあ、生まれてくるかと思います。で あとそれからその実際の現場におきましては本当にそのがんゲノムのシークエンスをしてそれをその新しい確率改良に結びつけるというのが今まさに進められているところであります。でまだもちろん問題点ももちろんありまして、まあ、そういったがんゲノムデータを統合してあのプロジェクトを考えていく上では、まあ、あのシークエンサーのそのクオリティです、データのクオリティですとかそれから解析の精度それから、実際がんというのは実はその単純なものではなくて結構いろんな細かい違いがあったりしますので、そういったところの複雑性とってありますとか、まあ、データの解析とか保存といったところの問題点がまだまだあるかと思います。で、あと最後、謝辞ですけれども、まあ、まあ、最初にこの、ICG 社に参加していただきまして、感謝に、感謝いたします。で、この研究、非常に大きな研究ですので、がんセンターのみならず、さまざまな研究機関の方々にご協力いただいております。で、ICG に関しましては、がんセンター、それから理化学研究所が中心のと2つが共同で、がんセンターの方は医薬基盤研の方の、支援をいただいて、現在まで、研究を進めています。ご清聴ありがとうございました。